今回はウズベキスタン、ヒバのおすすめホテル、フェルズハンホテル、マドラサ・ムハメッド・ラキムハン1871をご紹介します。こちらの読み方合ってるといいと思うんですけど、このホテルはブッキング .com で見つけました。で、最初ですね、フェルズハンホテルだけって途中で名前が変わったので、まさかこれがマドラサだとは思わなかったんですね。なので行ってみてすごいびっくりだったんですけども、新学校を改装したホテルとなっておりました。そして当たり前なんですけれども、隣がですね、ムハメッド・ラキヒムハン・マドラサっていうね、建造物があるんですけれども、そちらに隣接したホテルとなっておりました。もちろん入り口は別なんですけれども、同じ時期にこう建てられてますので、おそらく同じ感じで建ったんじゃないかなと思います。その歴史的建造物の中に泊まれるということで、こちらをおすすめしたいと思います。イスラム建築がね、好きな方にはね、もちろんね、絶対おすすめなんですけれども、何が驚くってね、ここ値段なんですよね。6月でオフシーズンだったとはいえ、1泊25ドルだったんですよ。なので私がですね、本当の新学校を改装したホテルだと思わなかったっていう、理由もここにあるんですけれども、もっとね、新学校改装してるって、ね、言った方がいいかなって思うんですけど、お部屋もですね、すごく快適で、ちっちゃいんですけれども、いい感じに改装されてましてね、センスがいいんですね。オーナーさんのセンスがいい。そしてね、こちらが朝食会場なんですけれども、朝8時からバイキング形式でね、好きなものをね、取っていただくんですけれども、こういう素敵な建物を眺めながらいただくことができます。お天気によってね、結構移りが違うんですけども。そしてここのホテルですね、時期とかにもよると思うんですけど、割と1人2人っていうぐらいの落ち着いた大人の、ね、旅行者の方が多くてですね、スペイン人の、ね、2人組に会うんですけれども、やっぱ2人はですね、ご飯終わったらもうすぐですね、家族とかに、ね、電話してたんで、さすがだなと思いました。そしてこちらがですね、ホテル選んだ理由なんですけれども、私はいつも1人で旅行してるんですけど、夜ライトアップがあるんですけども、カルタミノルっていう、ね、建物を見たかったので、それの近くに宿を取りました。すぐ隣にですね、レストランがあって、なぜかですね、遺跡の中にこのコカ・コーラの、ね、屋根がテントがついてるっていう感じなんですけど、まだね、何も準備できてないということで、朝10時だったんですね。もう朝からビールとマンティーをいただきました。こちらのレストランは缶ビールとかもね、売ってますんでね、給水ポイントとしてもね、いいですね。で、左手に見えてますのが、ポリスボックス、こちら辺に結構警察の方がいらっしゃいます。そしてこれがメインストリートになります。で、女性の一人旅とかね、女性だけの旅でしたら、この東門から西門に通じるこのメインストリートの近くに宿を取ったらいいんじゃないかなと思います。そうしましたらね、夜もね、安心して出歩くことができます。で、いろいろなですね、秘話の映像を見てるんですけれども、なんかもうちょっと見たいなっていうところで、だいたい映像が切れちゃってたりするので、私はちょっと長めに回させてもらっています。こんな感じでね、お土産屋さんが並んでるんですけれども、秘話のね、旅行の日数は何日にしたらいいか問題なんですけど、人によってね、1日でいいよっていう人もいれば、2日いりますっていう方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりですね、これはね、どれぐらいその建築とかね、見たいかっていう、その人それぞれなんですね。で、イスラム圏というのはですね、やっぱりその建築に興味がない方はですね、もうサクッといけちゃうわけなんですけども、もうタイルとかね、細かい装飾とかね、もうすんごい見たいっていう方は、もう時間がね、いくらあっても足んないんですね。そしてイスラム世界はですね、この世界観に埋没するというか、没入感が大事なので、そういうの考えると、もうどのぐらいっていうのは、もうやっぱ人によるって感じですね。でもやっぱり最低2日いると思います。はい、子供たちも遠足に来ております。ここからはたまたまやっていた民族音楽のショーをご覧ください。リズムとか音階ですね、すごく独特で、やっぱりいろんな文化が混じってこの音楽ができていると思いました。非常に面白いので見てください。
音楽のショーを楽しんだ後はホテルの人におすすめされたテラサカフェ&レストランの方に入っていきます。でこちらはですね、3階と2階にテラスがあるんですけれども、こちらは予約した方が良さそうです。でこういう時ですね、一人旅は辛いんですけれども、こういうなんか素敵な席にはちょっとね、なかなか座りづらいんですね。お料理は美味しかったです。でみんながね帰った後にテラスから撮影してるんですけど、こういうねエキゾチックな景色を眺めながらお食事することができます。ちょっとお高めですけど、まあこれは景色代だと思いますね。はい、こちらが夜10時頃のメインストリートになります。お土産屋さんなんかもね開いております。でヒバって言ってるんですけれども、こちらはイチャンカラというエリアになりまして、城壁の中の町なんですけれども、このようにですね夜遅くでも家族連れとか女性同士でもお散歩したり歩いたりしております。なので行く前までね女性一人でね夜ねライトアップとか見に行けるかなって心配だったんですけども、イチャンカラに関してはね大丈夫ですね。ただ周りやね背後などはね常にね気をつけてください。でこれウズベキスタン、この後ね旅してわかるんですけれども、結構ですね家族連れとかちっちゃい子供ですね、特に夜ね10時とかね11時ぐらいまでね外でね元気に遊んでるんですよね。なんかすごくねおおらかっていうか、まあ、その辺がねスペインをなんか思い出しますね。なのでね子供も遊んでるぐらいなので、まあ、比較的安全ではないかなと思っております。でこちら見えてきましたのはレストランって書いてありました。入れはしなかったんですけれども、こちらもライトアップされております。こういったねライトアップを見るのも楽しいですよね。そして振り返りますとこんな感じですね。そして真後ろにはカルタミノルちゃんがそびえ立っております。でこちらの塔は短いという意味らしいんですけれども、結構でかかったですね。でやっぱりね映像で見てるからねもういいかなってね旅をね諦めかけたこともあったんですけど、やっぱりね行ってみたら全然違いましたね。やっぱりね行くべきだと思います。まあヒバについてあんまり思い入れがなかったってら悪いんですけど、知らなかったんですけどね、これは本当に素敵な街ですね。で、はい、こちらにですね見えますように女性たちもお散歩したりしております。でこのままねずんずんと歩いていきますね。でお土産屋さんもですね、まあ、閉まってるところは閉まってるんですけども、結構空いてるところもありますので、お食事の後にお買い物などね楽しむこともできます。はい、夜もですねこの毛皮の帽子なども売ってるんですけども、これ日中ね40度近くあるんですね、6月は。なんでねちょっと試着するのもちょっとどうかっていう感じなんですけども、まあ頑張ってね売ってらっしゃいます。でここまで戻ってきましたらもうホテルの近くなんで戻っていきたいと思います。左手にはお昼に入りましたレストランがあるんですけれども、このようにですねお土産屋さんもねやってたりやってなかったり、まあ、いろいろなんですけども、レストランの方もですね夜は夜でみんなねこう涼しんだりねお話ししたり楽しんでおりました。はい、このままホテルに帰っていきます。はい、夜のホテルもすごく素敵なのでご紹介したいと思います。こちらのですねちっちゃな入り口から、まあ、ズンズンズンと入っていきますね。でこの細い道を通り抜けていきます。はい、ここをねズンズン行きますとそこは異世界でございます。素敵な素敵な
新学校を改装したホテルに到着ですね。左手にいるのは多分スタッフの方ですね。見守ってらっしゃいますね。でこのまま私は右手の方の自分のお部屋に帰っていくんですけれども、この時はオフシーズンだったのでお客様全然いなくて3組ぐらいしかいなかったのでとっても静かですね。なのでこの素敵な、景色を夜景をですね独り占めですね。でこのままお部屋の方に戻っていくんですけど、はい、右手の方にね一組目の、方のお部屋があるんですけど、いる方はこうやって電気ついてたりします。で中はねすごくちっちゃいけど、本当何回も言いますけど快適ですね。で奥の方に見えるテーブルみたいなもの、椅子というかテーブル、あそこに座ってですねこの静かなね絶景をね独り占めで眺めることができました。そして建物の奥に見えていますのがムハメッド・ラキヒム・ハーン・マドラさんになります。皆様もぜひヒバに行ってこちらのホテルに泊まってみてください。ありがとうございました。